ドスタイリストのさっこです。今回はこちら、プログレードスピードオール式を使って超簡単オニオンドレッシングを作っちゃいます。今回使う材料はこちら、詳しくは概要欄をご覧ください。では早速作っていきましょう。では最初に玉ねぎをおろしていきます。これ保存容器にフィットするアジャスターがついてるのでめちゃくちゃ便利なんですよ。なので今日のドレッシングは保存容器1個でできちゃいます。ではすりおろしました。そうしたらあとはこちらに他の材料を全部入れていきます。まずはお醤油、蜂蜜、こちらお酢、オリーブオイル、そしてお塩を何つまみか入れます。最後に味を調整して整えてください。あとはマドラーで混ぜていきます。もうこの保存容器だけでもうできちゃいますよ。ではよく混ぜたらこんな感じです。これでドレッシング完成です。ではオニオンドレッシング完成しました。もう超簡単にできるのでぜひ皆さんも試してみてください。次回もお楽しみに。今回使った便利アイテムはこちら、プログレード保存容器用スライサーのお供。プログレードシリーズのスライサーにセットでき、様々な形の保存容器にフィットするので超便利。